じゃあこんにちは。さあ豊さん、はい、いよいよ11月12日にゴールデングラブ賞発表ということで、はいはいはい、選手にとってみるとこのゴールデングラブ賞っていうのは、はい、豊さんどういう賞なんですか。まあ、一つの名誉だろうな。やっぱこう守備だけに特化した賞だからね。そうですよね。だからそういう意味ではそのまあ一つの勲章を得るというか、うん、まあ、守りのスペシャリストというかね。そうですよね、うん、まあ、そういうね、豊さんも受賞されてますし、はい、まあ、日本記録を作った時は取れなかったけどね今ね、まあね、今考えたら何だったんだろう。今でもわからないよね。聞きたいですよね。聞きたいぐらいだよね。そうですよね。ただやっぱり選手そして投手が、まあね、うん、名誉なことだよね、はいはい、なので1日早い、はい、大予想、はい、ゴールデングラブ賞を今年あげたいなという選手を、はい、豊さんに発表してもらいたいと思います、はい、まずはセリーグからなんですけれども、はい、セリーグの一応投手、はい、各6チームで例えばジャイアンツであれば、はい、戸郷投手、菅野投手であったり、タイガースであれば才木投手、村上投手、大竹投手、はい、で DeNA だと東投手やジャクソン投手、はい、カープは床田投手、大瀬良投手、森下投手、はい、中日だと小笠原投手、高橋宏斗投手というところが、はい、まあ、名前が、はい、候補として一応有資格者と、まあ、その他にももちろん有資格者いるんですけれども、特に上位の有資格者、ただヤクルトは今年ちょっと上位の有資格者が先発でいないので、そうだね、そうなんですよね、ちょっとそこは寂しいかなと思うんですけれども、はい、この中で豊さんは投手は誰に迷ったのは3人お、3人、はい、山崎伊織、村上、はいはい、東、この3人で悩みました。へえ、それは山崎伊織っていうのは、うん、すごい野球のセンスがあるわ。フィーリングとかですよね。バッティングも含めて、うんうん、だからやっぱりいいなと思ったけども、はい、気に食わなかったのがファームに落ちたこと。あ、そうですね。いや、厳しいけど、はい、言い方とすればね、うん、で東、はい、もういいんだけど、うん、でもそれ以上にいいのは、うん、やっぱ村上、タイガース、まあ、確かに成績はちょっと伸びなかったけども、はい、勝ち星とか、はい、フィールディングはやっぱうまいな。あ、そうなんですね。あ、やっぱね、小柄だっていうのが得してるわ、はい、小回りが効く。長身はね、ちょっとバタバタするような印象あるけど、ね、小回りくんだから。小回りくん初めて聞いた。いやいや、なんていうの、やっぱこう身のこなしとか、うん、やっぱ洗練されてるなと思う。だから東もいいけど、山崎伊織が1年間フルに行ってなると、うん、でも村上かなっていうような感じです。あ、やっぱりそれは、ね、見ていてそう感じる部分っていうのが大きかった。牽制のターンの速さとかね、やっぱ村上かな。じゃあここはでもね、山崎よりは今後取ると思うよ。あ、もう早いうちに、うん、取ると、近いうちに。やっぱあの野球のセンスっていうのは、うん、やっぱこうみんな見てほしいな。なるほど、先入観で見ないでね。うん、はい、あとね、カープというとね、やっぱ防御率も良かったですし、はい、なんかフィールディング良さそうっていう、例えば床田投手とかもあった中で、うん、ちょっと最後の失速っていうところのピッチャー陣も、まあ、その成績、その勝敗じゃなくてフィールディングだけを見ると、うん、まあ、床田なんか下手じゃないけども、うん、やっぱね、自分がフィールディングがうまい時期に、うん、まあ、うまかった時期って今でもうまいんだけど、はい、前に、うん、あの足を骨折してるんだよね、人工芝に引っかかって、はい、だからそれでちょっとセーブしてる部分がちょっと見受けられるんだ、そこら辺で、はい、うん、だからこの賞はいらないけども怪我しないっていう。あ、そう、そこですね。いや、だけど、うん、そのうまいよ、うん、うまいけど、うん、ちょっともったいないなっていうのは思うけどね、うん、で豊さん的には阪神の村上投手、はいはい、さあキャッチャーですけれども、はい、一応有資格者はジャイアンツの岸田捕手、はい、タイガースは梅野捕手、はい、ベイスターズが山本雄大捕手、はい、でカープは坂倉捕手、はい、ヤクルトが中村悠平捕手、そしてドラゴンズがこれあの加藤捕手と木下捕手、はい、両方有資格者あります、はい、さあこの中から豊さん迷いはありましたか。迷いは全くない。どの山本雄大しか頭にない。お、一択ですね、はい、はい、うんうん、もうこれはもう文句なしだと思うよ、はい、でもこの成長度を急速に成長したという、で今年ほぼ山本雄大でいけたっていうことが、はい、やっぱその DeNA を支えたしね、うん、他のチームっていうのはいろいろ併用とかもありながらっていうこともあるんだけども、うん、
で、まあ、山本雄大は本当になんかこう他を圧倒してきてるというか、うん、だからこの牙城というのはなかなか崩れなく今後なるんじゃないかなという気がする。例えばストッピングとかもちろんそのセカンドへの送球だったりとか、うん、リードも良くなったしな。やめたっていうのが出来出したしな。やめた、うん、出してていやこれダメだと思って外させて、それもう一回思いとどまってっていうことも出来出したしさ。成長度がすごいんですね。いやもうやっぱすごいと思うよ彼は、うん、なのでやっぱりピッチャーの信頼度っていうのも高くなって、もう高くなったと思うな、うん、なるほど。キャッチャーはベイスターズの山本雄大捕手と、はい。さあ続いてファーストですけれども、ファーストはジャイアンツが岡本選手、タイガースが大山選手、ベイスターズがオースティン選手で、カープは該当者有資格者はいません。でヤクルトがオスナ選手、そしてドラゴンズも有資格者はなしということで、はい、もうちょっと絞られてきてしまったんですけれども、うん、豊さんが岡本、はいはい、ファーストで岡本選手、そうだね、うん、まあ、大山とちょっと悩んだけどね、はい、うん、だけどやっぱ岡本の方が、まあ、スローイングだとか身のこなしっていうのはまだやっぱり大山より少しいいかなという、うん、まあ、感じがしたね。まあ、今年もねファーストを守ったりサードだったり、まあね、レフトもある。大山はもう専門的にな、はい、まあ、ファーストだったけども、うん、まあ、岡本がいろんなところをやりながらのプラスアルファがあるね、はい、そうですね、うん、だからやっぱこういろんなところを経験してるだけに、うん、まあ、ファーストの気持ち、投げ手の気持ち、うん、そういうことも全部分かってて処理してくれてるっていうことを考えると、うん、まあ、岡本かなと思う。そうですよね、はい、さあ続いてセカンドです。ジャイアンツは吉川尚輝選手、阪神は中野選手、でベイスターズが牧選手、カープが菊池選手、そしてスワローズは2人です。山田哲人選手と竹岡選手、そしてドラゴンズが田中幹也選手ということになりました、はい、ここセカンド豊さんは、まあ、吉川だな、うん、そうですね、守備はね、まあ、守備はねって菊池がいるからな、あ確かに、まあそうですけど、やっぱ菊池 の, やっぱこうあのファインプレーの数とか、はいろいろ考えると、いや菊池に目が行きそうなんだけども、うん、吉川の今年の守備は本当に安定してたし、うん、守備範囲ということを考えるとやっぱ菊池と双璧だったな。そうです、ね、うん、だからやっぱこう吉川の守備っていうのは、うん、俺は光ってたと思うよ今年は。何度抜けそうな当たりを何度超えそうな当たりをっていう、そうだね、ね、だ勝利に貢献したっていうのはね、はい、菊池のファインプレーと吉川の双璧だとしたら、はい、吉川の方がやっぱ試合数もこなしてるしね、はい、だからそっちの方がいいかなっていうふうには思うね。わかりました。さあサードいきましょうか。サード、はい、はい、サードジャイアンツは坂本勇人選手、タイガースが佐藤輝明選手、でベイスターズは2人です。宮崎選手と柴田選手、カープは小園選手、ヤクルト村上選手、そしてドラゴンズが福永選手という感じになりました、はい、まあ、迷ったのはねやっぱりね、はい、坂本勇人と小園、うん、やっぱり、まあ、誰か分かるよねもうみんないやでもどっちもほら、いやいや、そう、小園おじさん、坂本おじさんなので、あのね、うん、やっぱ坂本の方がうまい。それはどう、やっぱさばきだろうな、さばきでね、小園がエラーすると負けるケースがあった、はい、これはもうやっぱチーム事情で打てないから一つのエラーが致命的になる可能性があるんだけども、坂本の方がやっぱ守備のさばき、ボールのさばきとするんだったら、うん、一律の長があるかなっていう。これ坂本選手も小園選手もコンバート組っていうのはあるんですね。まあそうだね、そうだね、うん、で若さから言うと、まあ、小園が断然若いんだけど、うん、小園はこれから上手くなっていくよ。これからですか。これから、うんうん、でギリギリのところでやっぱ坂本は耐えたという感じはするな、はい。これあのね、明日分かるんですけれども、これサードでゴールデングラブとなるとショートでもサードでもになりますね。そうだ、そうだ、やっぱり守備上手い選手なんですね、さばきも。やっぱ上手いよ、うん、そりゃ上手い。そうですよね。そりゃ小園もやっぱ見習ってほしい部分はたくさんある、うん、はい、さあ続いてショートです。ジャイアンツは門脇選手、でタイガースが木浪選手、でベイスターズはこのショート有資格者いませんでした、はい、でカープが矢野選手、ヤクルト長岡選手、ドラゴンズ村松選手です。この中から1名、2人で悩んだ、はい、まあ、矢野と長岡。あ、はい、矢野はね、人にできないプレーをするんだよ。ですね。とてつもないプレーをするんだよこんなとこいたの、いや、こんなとこだ、こんなとこからこんな投げんのみたいな、はい、
だけどね、はい、終盤広島がこうリズムをチームで失った時に、はい、やっぱ矢野も失った部分があったんだよね。そうでしたね、うん、で矢野の能力だったらそこ無理しなくてもっていう、うん、でも能力が高いだけに無理してってるっていうところもあるんだよね、はい、だからその非常にもったいないけど、うん、今年はやっぱ長岡の安定感っていうのが光ったな。おお、長岡選手、うん、はい、俺は長岡やる。その守備での安定感っていう、いや派手さ目立つ、これは矢野だよ、はい、はい、それは長岡も分かってるよ、うん、でもね、堅実さって言ったらやっぱり長岡の方があった。そうなんですね、うん、それは守備範囲だとか、はい、それは矢野だと思う、うん、でも、なんていうのかな、トータル的に安定感を見せたのは俺は長岡だと思う、はい、なるほど、そうか、うん、だから矢野はこれから取ると思うけども、はい、今年の長岡の成長は見逃せない、うん、見逃したらダメだ。そうなんですね、うん、どうしても矢野選手のそのね、やっぱり派手さというかに言ってしまいがちですけど、長岡には絶対できないプレーやるんだよ、うんうん、でも長岡ができることは矢野は全部できる、はい、だけどそこの確実性なんだよ、やっぱり、うん、派手さじゃないんだよ守備って、はい、確実にどっちがやってくれるのかって言うと、俺は今年に限っては俺は長岡だと思う。分かりました、はい、豊さんはじゃあショートは長岡選手ということです、はい、さあ外野手いきましょう、はい、ジャイアンツは有資格者1名丸選手、はい、タイガース3名います。近本選手、森下選手、前川右京選手、はい、でベイスターズは佐野選手、桑原選手、梶原選手、関根選手、海老名選手、はい、カープは秋山選手、野間選手、末金選手、ヤクルトはサンタナ選手、西川春樹選手、丸山選手、でドラゴンズが細川選手と岡林選手となっています、はい、この中から3名ですか。もちろん3名だよ、はい、それも4人選んだらおかしいことになる。どこ守ってんだって話になってます。さあ3名、まあ、最初に近本だな。あ、近本選手もうなんか鉄板という感じですか。いや、ただね、物足りないのはやっぱ肩なんだよね、うんうん、まあ、だけど守備範囲だとか、はい、まあ、取る技術だとか、うん、まあ、いろいろ考えるとやっぱ近本かな。近本選手、まあ、堅実だよね、やっぱ彼もね。そうですね、うん、で、まあ、肩が弱い分だけちょっとマイナス部分はあるけども、うん、まあ、それを引いてもやっぱ堅実さと守備範囲と、うん、まあ、ポジショニングとか、はいろいろ考えると近本になるかなっていう、ね、はい、さあ2人目、2人目は丸、丸選手、はい、やっぱ丸はこう体的に動けないような感じはするだろうけども、うん、しっかり動いてるんだよね彼って、うん、どっちも強いんだよ、前も後ろも。ね、こういう選手ってのは珍しくて、はい、やっぱりこう派手さはないんだけども、丸ってうまいなと思うんだよね。能力的に高いという、うん、でバックホームのコントロールもいいし、はい、センターだったらなかなかさせないけど、うん、まあ、ライトに入ったらさせるね、うんうん、だからまあそういうところでもあるかな、ベテラン丸選手、はい、さあラスト3番目迷ったな。どの選手と迷いましたか。岡林選手迷ったけど、やっぱ桑原だな。あ、そうですね、桑原はやっぱり日本の中で一番前のプレーに強い選手だな。あの突っ込んで滑り込んでこうですね、だ後ろっていうのはそう強くはない、普通なんだけども、はい、前に関しては抜群に強い選手だな。あの前に行くあの感覚センスっていうのは、やっぱ前が勇気いるんだよ、うん、やっぱ反らしたら自分の後ろにいないからさ。ですよね。でもそこを判断よくいけるっていうのが、はい、やっぱうまいなと思う。あれはセンターから見ていて、その一歩目だったりとか、一歩目とかね、それはもう持って生まれたなんか感覚っていう動物的なものが、まあ、そうあるな、あるんですか、ね、まあ、だから一瞬に判断するというか、はい、一瞬判断間違えたらもう前に来れないから、うん、だからそういう判断力とか、うん、まあ、キャッチングだとかはやっぱうまいなと思う。それで怪我をしないですよね。まあ、そうだね。それも体も強いのもすごいなって、うん、思いました、はい、さあ続いてパリーグいきましょう、はい、パリーグ、投手はまずソフトバンクが、有資格者有原投手、はい、モイネロ投手ですね、はい、日本ハムファイターズが加藤投手、伊藤大海投手、山崎福也投手、うん、でロッテが小島投手と種市投手、楽天が早川投手と岸投手で、オリックスは先発に関して該当者はいませんでした。寂しいね。去年の一昨年と追い違いになっちゃいましたね。そうなんですよ。で、西武ライオンズが隅田投手、今井投手、竹内投手となりました、はい、伊藤さん、ここは迷いましたか。やっぱ迷うよね、うん、モイネロもやっぱこう身体能力高いプレーするし、はい、まあ、日本ハムの面々はやっぱ
うまいんだよ、うん、伝統的に、はい、で力感がないピッチャーが多いからさ、うん、で守備体系スッと取れるんだよね、入っていけるんですね、入っていけるんだよ、だからあそういうのもいいな、早川もいいなとか、うんうんうん、まあ、隅田竹内、はい、もうこういったのもいいなと思う中で、うん、小島だな、ロッテの小島投手、バランスがいいわ彼は、どういったバランスなんですか、やっぱ間違いないということだよね、正確だよ、うんうん、取っても相手バッターランナーの足の速さがあったりとかして、ここは速く、ここは遅くてもいいとか、うん、そういう判断がしっかりできてるということだよ。でスクイズやられる、慌てない、はい、いやこれはもう間に合わない、諦める、そういう決断力、判断力、こういうことも含めて小島かなと思うよ、まあ、全部の試合を全選手の見てるわけじゃないけど、はい、そういう印象が残ってるんだよ小島には。早川もうまいよ、はい、竹内もルーキーにしてもうまいよ、うん、加藤にしたって幸也にしたってうまいよ、はい、だけどその上を行くのだったら大島かなと思うよね。うわそうなんですね、一瞬一瞬のやっぱ判断、うん、が早いし、うん、諦めるところはスパッとやっぱ無理はしないしっていう、そうだね、やっぱ投げるフォームがいいから、うん、やっぱすぐ守備の体系に入る、うんうん、それはいいですよね、それは、まあいいよね、うん、確かに。で豊さんはロッテの小島投手ということです、はい、続いてキャッチャーです。ソフトバンクは甲斐捕手で、日本ハムファイターズは田宮捕手で、ロッテが佐藤捕手、楽天が太田光捕手、そしてオリックスが若月捕手、そして西武が古賀捕手ということになりましたけれども、はい、ここはここ甲斐だな、あもう鉄板ですね、甲斐選手の甲斐ビームもそうですし、甲斐キャノンか、うん、キャノンもちょっといやちょっと落ちてきてるとは思うけども、はい、まあだけどやっぱこうストッピングだとか、うん、そのフレーミングだとか、はい、まあいろいろ合わせてもやっぱまだまだ下位だなっていうふうには思うね。ずっと第一線で、まあそうだ ね、 ね、まあいいピッチャーを受けてる、その恩恵も被ってるんだけどね、うん、まあだけどやっぱいいピッチャー、パワー系のピッチャー、いろんなピッチャーがいながら、はい、ストッピングとかうまいからやっぱ安心感があるよね、うん、多分そうですよね、ソフトバンクのピッチャーに、うん、でその安心感を与えてるっていうだけでも全然違うなと思う。確かにそうですね。さあ続いてファーストです。ちょっとファースト少ないんですね、有資格者。ソフトバンクは山川穂高選手で、日本ハムファイターズがマルティネス選手で、ロッテがソト選手、そして楽天が鈴木大地選手ということで、オリックスと西武からはいませんでした、はい、この4名ですね、はい、うん、まあ、そうだな、やっぱ山川かな、この4名だと、うん、まあ、ソトと迷ったけども、はい、外の守備範囲と山川の守備範囲ってそんな変わらないなと思って、はい、いやそれだったらやっぱその守備率のいいね、はい、まあ、山川の方がいいと、うん、いうようなことだよねっていうふうな、まあ、ちょっと消去法みたいな感じ、まあまあそうだね、まあ、ここはそういうふうになっちゃったな、はいはい、さあセカンド行きましょう。セカンドソフトバンク牧原選手、はい、日本ハムファイターズは上川畑選手、はい、ロッテは2人います、小川選手と藤岡選手、うん、で楽天は小深田選手、うん、オリックスはいませんでした、うん、で西武が殿崎選手ということで、はい、ここは豊さんはここは迷ったと思う、ここはセカンドは小深田選手ですか。おう、そう、はい、あの一時期ねちょっとトルイップスみたいになってたんだよ、取る瞬間に全部が硬くなるっていうかさ、はい、それで弾いたりとかタイミング合わなかったりだとか、うん、それが送球につながったりだとか、ちょっとバランスを崩した年があったんだけど、今年克服したね、それは上手くなったね。あ、そうなんですか。上手くなった、きっと何かきっかけというか、まあ、あったな、うん、だから他の選手たちもまあ下手ではないけども、うん、なんかその小深田のそういう努力が見えたっていうのが、うん、すごく同じセカンドとして嬉しくて、はい、やっぱね取るイップスってあるんだよ、やっぱ取る瞬間に力が入ってしまう、だから鉄板が取ってるみたいな、いやだからもう弾いてしまうって、よっぽどいいところに入らないと一発で 死なないとかさ、ボールが、うん、そしたらジャックルするとか、はい、まあ、そういうことだったんだけど、小深田は本当になんかどういう努力したか聞いてみたいぐらい、うん、あの上手くなったなと思って、あだから来シーズンもね これを続けていってほしいですけれども、まあ、ただ村山入ってくる、そうなんですよそこでどうなっちゃうのかなまあまあね、まあ、そこら辺はちょっとな、うん、分からないけども、まあ頑張るでしょうかね、そうですね、はい、さあ
サード行きましょう、はい、ソフトバンクは栗原選手、はい、日本ハムファイターズが郡司選手、はい、ロッテが中村翔吾選手、はい、楽天が浅村選手、はい、オリックスが宗選手、で西武は該当者なし、有資格者なしとなりました、はい、ここはサードは、ここはね、コンバート組がものすごく多いんだよね。そうですね、郡司もそうだし、はい、中村もそうだし、浅村もそうなんだよ。そうですね、でも3人3用苦しんだな。郡司選手もやっぱりすごい、いや、やっぱ郡司はまだ新鮮な気持ちでね、うん、できたと思うよ、うん、内野っていうのを守ったことなかったから、はい、だからサードという新鮮さはもらったと思うけど、うん、やっぱ浅村と、うん、中村翔吾、はい、これはやっぱセカンドからお互いにね、今年サードに来て、うん、2人に話聞いたけど、やっぱサード難しいって言うよ。そりゃそうだよ、俺も経験あるけど、ものすごくファーストまで遠く感じるし。ああ、そうか、ファースト遠いですよね。そうそうそう、それとやっぱ打球の切れ方、はい、癖っていうのも全然違うから、うん、ほんと2人は苦労したと思う。そうだったんですね、うん、まあ、その中で胸、はい、うまいと思うよ、うん、だけど今年は栗原かな。今年は栗原選手、ああ、やっぱね、出場機会が少なすぎる、宗選手は。はい、で栗原最初ね、オープン戦とか開幕当初見たら、うん、栗原これ1年間精神的に持つかなっていうふうにサードで、うん、やっぱこう弾いたりだとか、うん、ちょっと悪送球になったりとか、うん、それがちょっと続いた時期があって、だけど最後までやっぱ守りきったな。そうでしたね。あ、いや、だからやっぱ立派だなと思って、うん、やっぱ栗原だなと思った。139試合、はいはい、出たということで、ね。さあ続いてショート行きましょう、はい、ソフトバンクは今宮選手、はい、日本ハムファイターズが水野選手、はい、ロッテは野杉選手、楽天が村林選手、オリックスは紅林選手、そして西武が源田選手ということで、うん、ここはもうなんか2人からどっちかなっていう感じがするんですけど、まあ、うん、今宮か源田だよ、ね、はい、そんな感じがしてます。俺は今宮だな。私は今宮選手。ショートって内野の要だし、はい、扇の要、キャッチャーの次にやっぱり重要視されてるのがやっぱショートのポジションなんだよね、まあ、その中でやっぱ勝利に貢献した、うん、そういうプレーが多くできたっていうのは今宮だし、はい、まあ、チームとして低迷した、はい、まあ、その中でのプレーを余儀なくされた源田っていうのはよく守ったけども、うん、俺は今年はね、今宮の守備はかなりうまかったと思うよ。あ、そうなんですね。で、堅実だったし、確かに、はい、それは源田もめちゃくちゃうまいわ、うん、だけどじゃあお互い本当に双璧でうまいっていう基準は、うん、よりプレッシャーがかかった時にそのいいプレーが出るかっていうことじゃない、はい、プロって、うん、そうなってくるとその瞬間を多く味わったのはやっぱ今宮だと思うんだよ。そうですね、うん、その中で素敵なプレーが多かったので今宮かな。うん、なるほど、あ、納得です、うんうん、だからここら辺はもう双璧で、はい、本当タイプが違うんだよね、守備のタイプが、うん、流れるプレーと、はい、本当に基本に忠実な今宮と、うんうん、だから超迷ったけども、うん、やっぱりプレッシャーのかかってるところは今宮の方が辻も多かったと思う。そうですね、その中で の, あの守備の正確性っていうことですよね。さあ最後外野手3名です、はい、ソフトバンクからは周東選手、近藤選手、河村選手、尾形選手、正木選手、はい、で日本ハムファイターズからは万波選手、松本剛選手、水谷選手、磯畑選手、はい、ロッテは岡選手、荻野選手、高部選手、藤原選手、和田康志郎選手、はい、で楽天が小郷選手と辰巳選手で、オリックスは西川龍馬選手、西武が西川選手と岸選手というところで、さあ3名、豊さんはどなた選ぶんでしょう。意外とね、うん、多いようで、うん、俺これは一番簡単だったなと思う。あ、これだけ有資格者いる中でですか、うん、はい、まずはシュート、はい、この守備範囲はないぞお前一人で守れんじゃないかなと思うぐらいそうですね、日本シリーズでもそうでしたけど、ライナー性のあたりを打たないっていうんだったら、うん、フライだけでいいっていうんだったら、うん、一人で守れるぐらいな感じがするよ確かに、うわ、いいとこ飛んだと思ったらいるね、そう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 、追っかけて追いついてるとか、そう、そうでしたね、今年も、はい、2人目、はい、万波、万波選手、うん、これはやっぱ肩だな、抑止力があるな、はい、もうね、サードコーチャーが万波のとこだったらもう鼻から止めてるもんもう
やばい、この守備っていうか、はい、肩の能力っていうのはすごいと思うよ、うん、だからそれはやっぱ万波だろう、まあ取るっていうこともうまいしね、うん、はい、まあ新庄監督から言うと、うん、いやまだまだですよって言うと思うけど、はい、だけどこの発表されたメンバーの中で考えるとやっぱもう万波だろう、身体能力の高さですよね、はい、さあ最後一人です、最後、はい、誰だろう、辰巳選手、はい、楽天のもう日本記録ね、はい、こう取るだけの、そうですそうです、記録は作ったけども、うん、まあこれはよく飛んできたなっていうのとよくゲームに出たなっていうことだけども、はい、この選手のね落下点で入るっていうか走るコース、うん、全く間違えないね、もう、ね、走っていく先に落下点があるという予測してのだから無駄がない、そうか、だから取れる、はい、だからうまい、だ真後ろにしたってそうだし、横に振られたって走るコースを間違えたらあんまり見たことないんだよ。あ、そうなんですね。真後ろぐらいだな。あ、真正面に入りすぎてちょっと間を取るために自分が蛇行したというぐらいで、うん、あと横に動くとか、はい、ああいうの間違えないんだよ。で、目測を誤らない。誤らない。あ、すごい、そうなんですね。だから取れるんだよ。そうなんですね、うん、より広い範囲でね、はい、だからすごいなと思う。まあ、今挙げてくださった3名の外野手の方もやっぱりみんな身体能力高い選手ばかりですよね。さあ全部出揃いまして、いよいよね12日に、まあ、発表ということになりますけれども、うん、豊さんのその思ってる感性と実際に選ぶ方の、まあ、荒れるところはね、うん、多分どこですか、坂本と小園だと思うあと矢野、あとはね、矢野選手は、あ、矢野選手、長岡選手もどうなんですか、そ、あそこは。いや、どうやら、まあまあそこも荒れるかもな。なんか印象、守備の印象っていうところでやっぱ矢野選手みたいな。まあまあそれは矢野は魅力的だよ、うん、矢野はお金が取れるよ、守備で、はい、うん、うん、長岡が取れないというわけじゃないけども、はい、でも長岡は安心感を与えてくれるよ、うんうん、ね、だから難しいよな。そうですね、あ、だからまあ荒れるの覚悟でね、はい、選んでるから、はい、なので皆さんが思う今年の予想するゴールデングラブ賞もぜひあのコメント欄に書いてください。はい。